朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、洛南戦勝栄誉軍人プラスチック日用品工場を現地指導しました。金正恩元帥は工場の人たちの手を一人一人取って、戦勝栄誉軍人皆が元気であるか、困ることはないかと優しく聞き、軍隊服務の時に発揮した愛国心を持って、今は人民生活向上のための新たな持ち場を頼もしく守っている戦勝栄誉軍人たちを励ますために訪れたと述べました。元帥は工場の出来上がり図の前で解説を聞いた後、革命自責教育室と遠隔紹介室を見ました。元帥は、朝鮮労働党第5回大会が開かれた年である1970年10月、数台の設備を取り付けて簡単な鉄製日用品の生産から始まったこの工場が国中の先頭に立っているのは、偉大な金日成主席と金正日総書記の細やかな指導と配慮を離れて考えられないと述べました。そして晩年の2011年10月、工場を訪れて製品を見る総書記の優しい姿を撮った写真からしばらく目を離せませんでした。元帥は工場の各所で生産実態をつぶさに見聞きしました。工場の製品を一つ一つ見て、種類が多く使い道がある栄誉軍人らしい仕事ぶりだと述べました。そして、洛南戦勝栄誉軍人プラスチック日用品工場は、設備の管理でモデル工場だ。国中に広く紹介し、見習うようにと指示しました。元帥は、新築されたサービス施設と科学技術普及室を見ました。元帥は、大衆浴場、理髪室、リハビリ室などからなるサービス施設の設計と施工をきちんと行い、思い切って作ったのがわかる。工場の従業員が大変喜ぶだろうと嬉しそうに微笑みました。そして国の宝である戦勝栄誉軍人のためなら惜しいことがなく、元気な体で仕事に励むようにその生活を顧みるべきだ。各党組織では戦勝栄誉軍人が少しも不自由を感じないように温かく顧みるのを義務と本分にしなければならないと述べました。また工場を見て戦勝栄誉軍人は革命の花を咲かせ続けるべきとの党の意に沿って兵士時代と変わらず国と人民のために尽くしていることが改めてよく分かったとし、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・チョンジュ内閣総理、李樹王内閣副総理、朝鮮労働党中央委員会アン・ジョンス部長、朝鮮労働党中央委員会チョ・ヨンウォン副部長が同行しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する最高指導者金正恩元帥に、ロシア自由民主党のジリノフスキー委員長から英雄的朝鮮人民軍創建85周年の祝電が寄せられました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国の軍隊は国の領土と領海、領空の保全と強固さを頼もしく裏付けする朝鮮人民の誇りだ。朝鮮民主主義人民共和国の指導部に忠実で現代的な装備を持つ朝鮮人民軍は、公選勢力とその追従勢力のいかなる挑発にも対応できる準備ができている。金正恩元帥が朝鮮人民皆の勤労の獲得物を守る朝鮮民主主義人民共和国の武力の高度の戦闘力を維持するための活動で成果を収めることを祈る。朝鮮に平和な空があることを望むと述べています。太陽節にちなみ、敬愛する最高指導者金正恩元帥が、金日成総合大学の創立70周年に際して、大学の教職員と学生に送った歴史的な書簡、土革命の新時代の金日成総合大学の基本任務についてが、土思想研究ウガンダ全国委員会から出版されました。
各国で太陽節記念の催しがありました。スペインとベナンで偉大なキム・イルソン主席の著作についての研究討論会が、スリランカとスウェーデン、フランス、セルビア、エジプトで主席の業績についての討論会があり、書生と団体の人のほか市民多数が参加しました。催しで発言した人たちは、傑出した国家指導者、人民の優しい父であるキム・イルソン主席は、天才的な思想理論活動と正しい指導、気高い人徳で万民に厚く敬語された世界の歴史に随ぞいない偉人だと称えました。著孫革命博物館が増改築されてこの40日間余りに、人民軍軍人と内閣事務局、電力工業省、キム・イルソン総合大学、平壌火力発電連合企業所など1000余りのところの勤労者と学生10万人が博物館を訪れました。また中朝武官団、各国の中朝大使館員、ネパール、バングラデシュ、イタリア、エジプトなどの訪朝客と、在日本著孫青年同盟活動家代表団をはじめ、海外著孫人も博物館を訪れました。9日と10日の両日、キム・イルソン総合大学国際学術討論会が行われました。生態環境の保護と医学及び農業の発展というテーマの討論会では、学術価値があり実践の意義ある数十篇の科学技術論文が発表されました。討論会の開会式が9日、キム・イルソン総合大学で行われ、大学の教員と研究者、各国の大学の教授が参加しました。討論会は、生態環境の保護、生命科学及び医学、農業文化に分けられて行われました。討論会は10日閉会しました。第12回建築美学討論会が10日、平壌の青年中央会館で行われました。関係部門、設計、施工、監督をはじめ、建設、科学教育部門の人、第17回5月21日建築祭典の参加者が集いました。発言した人たちは、建築の大繁栄期を開いていく敬愛する最高指導者金正恩元帥の不滅の業績と、人民大衆第一主義建築の創造で収められた誇らしい成果と経験について述べ、党の主体的な建築思想と理論、建設政策を徹底的に具現するための理論実践上の問題に触れました。共和国の本郷島干拓地第2段階の建設で成果が収められています。平壌北道干拓地建設総合企業所の労働者たちは、6ヶ月余りの間に第3区域の第1次締め切りの5200メートルに及ぶ堤防を積み、成果を拡大しています。共和国の最高首脳部を狙っての CIA と南朝鮮の国家情報院による極悪非道な国家テロ陰謀に、朝鮮の軍隊と人民皆が怒りに燃えています。朝鮮人民内務軍将校のホーソングクさんは、我々の最高首脳部を狙って生化学物質による国家テロを試みたことに燃える怒りを禁じ得ない。世界は朝鮮式の正義の反テロ打撃の何たるかを、我々の最高尊厳が犯そうと愚かな妄想に取り憑かれている者らの終末がどんなに悲惨なものなのかをはっきり見ることになるだろうと述べました。平壌化粧品工場の労働者リムスクヒさんは、犯罪者が世界のどこにいようと一人残らず探し出して消滅すべきだと述べました。キムチェク工業総合大学の学生キムチュルチンさんは、特大のテロリストに対する民族の厳しい判決はすでに下された。我々の最高首脳部を犯そうとするテロリストを断固懲罰し、その総本山を焦土化するまで正義の総統選は続くだろうと述べました。南朝鮮のニューシースによりますと、8日県産北道ソンジュ郡とキムチョン市の住民数百人が憲法裁判所に、傀儡政府のサード装備搬入の中止を求める仮処分申請書を提出しました。南朝鮮のニュースワンによりますと、8日民主社会のための弁護士の会がセオル号3時当時のパククンヘの7時間の行方についての文書を公開することを記録員に求めました。団体はまた、旧日本軍性奴隷問題合意、
サード運営費の負担などについての文書も公開することを主張しました。以上でこの時間のニュースを終わります。チョジョンイル、カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。労働新聞論評ダイジェスト。大国同士の軍備競争は何を示すか。11日の論評からです。中国とインドの関係が頑丈ならぬ様相を呈している。特にインドの ICBM テスト発射以降、両国間の溝がかつてなく深まり、隔週が起きている。中国が新型の ICBM の発射と実戦配備の意向を示し、インド周辺で戦略的拠点作りの猛烈な軍事外交攻勢を敷く傍ら、パキスタンを引き寄せ、国連で存在感と発言力を高めようとのインドの活動に歯止めをかけている。インドは中国の民族利己主義がアメリカをしのぐとの世論形成の一方、各種の新型ミサイルのテスト発射を随時行い、バングラデシュ、ネパールなど周辺国との政治軍事面での絆を一層強めている。また台湾と関係を深め、チベットの独立を主張するダライラマ14世を招いて中国の神経を逆なでしている。インドは自国の戦略的利益が侵害されるのを望んでいない。アメリカをはじめ一部の勢力は中国との根深い領土紛争問題を抱えているインドを中国牽制の勢力に利用しようとしている。現実は広大な領土と人口、大きな経済力を持つ国も自国の戦略的利益を守る最善の策を核武力強化に求めていることをはっきり見せている。常時アメリカの直接の核の脅威にさらされている朝鮮が自衛のため弾道ロケットを発射し核実験を行うのは至極当然のことだ。大国同士の軍備競争は何を示すか。11日の論評からでした。